合同庁舎の3号館大手前のところで、こう国税局が入ってるビルなんですよね。高速大手前高校ですね。この裏が、この向こうか映りませんけど、向こう府庁になってます。で、向こうこれ大阪城でしょ。で、なんでこの国税局に来たかと言ったら、情報提供に来たわけですわ。で、面白い話がありまして、ある企業なんです、どんな業態かも何も今は言えないんですけども、そこの企業がですね、ペーパーカンパニーを作りまして、そこへシナモンを下ろして、で、2年で会社を畳むというか倒産するというかね、そんな形で、税逃れをしているということなんです。国税局に話をしたら、消費税逃れですよねということで、もうすぐピンと来られたみたいなんですけどもね。で、私はなんでそんな話を聞いて知ったかというと、そのペーパーカンパニーの社長の名義貸しをするのに月何十万かもらえますせと、もちろん仕事せんと何十万もくれるんですから、俺もそれさせてくれっていう人はたくさんいてると思うんですよね。で、そんな話を聞いて企業名が特定をできましたので、で、もうこれ以上調べることは私できませんので、中で見てくださいということで、こちらへ情報提供にやってまいりました。すごいね。で、お話をしまして、どこまで話したかというのもなかなか言えないとこがあるんですけども、金額によりますけど、これが巨額脱税であれば地検の方に行って、そこからメディアに出てくる可能性はあるということで、もちろん私が動いてるわけですから、何市とは言いません、南大阪の案件です。これがほんまに私のネタ通りになっておれば、新聞市場をどこかで賑わすか、もしくは巨額でなくても噂はもう出てくるやろなということで、また後日お楽しみにしていただきたいと思っております。